はい、こんにちは、ソルインです。第2回ミラバとアリアセゼルトーナメントはアデューキ作成プラート、パート2です。パート2、くどい。とてもくどいですが、じゃあ引き続き作っていきますか。で、前回レジェンドのデッキを3つほど作りました。4つ目作りたいな。なんかこうなったらさ、やっぱ8個のトーナメントやりたいじゃんって思ったんですけど、ちょっとおさらいします。前回までのあらすじ。ソルインは第2回ミラバトリバーセトブルー噛んじゃった。多分デッキはとりあえずね、可能な限り作ろうと思って、でレジェンドとスタンで分けようかなと、今回混成なしでいきたいと思ってます。で、これが赤白の、全然見えないけどね、この辺は後で補填します。多分この動画で補填するかあれなんだけど、赤白デッキと白タンミラクルっぽいデッキ、そしてジンベイド M ミラクルデッキ。ミラクル、ミラクルでもあるね。っていうような形が今できてました。これ4個目をね、なんとか作ってみたい気持ちもあるんだけど、もうね、ないんだよね。レジェンドのカードが。すごい残念なカード。ワンチャンあるんだ。なんかもう、待って。本当に組めんのかな。とりあえず一応組んでみてね。せっかくだからさ、4つ目。もう残り物には福があるということで 本当に残ってるカードだけでね。ちょっと一回出すね。残ってるレジェンドのカードがさ、わずかしかないから。この中で、なんかできることをしよう。あ、スーパーピッコロいいんじゃん。スーパーピッコロいいんぞ。この中にはないんだよね。もうないから、ないので、白の スーパーピッコロってさ、登場時に自分のトラッシュミアピッコロ神様のキャラカード1枚につき、このキャラにジャンパーを置く。 あ、神様いたな。いるぞ。 このキャラのアタックブロック時に自分キャラ1枚ダウンするとこのキャラを回復するなんだよね。一応さ、緑の軽減あるんだよね。この悟空がいるとさ、緑のキャラカードコストマイナスするから。嘘やろっていう感じなんだけど、緑のカード全然ないんだよね。ここにシマウマがいるけど、奇跡的に。残り物でさ、白で。白でまだ、あるんだよね。なんか一応あるから、一応ね。ジョブナン抜きで一応組んでみようかな。ワンピとドラゴンボール確定でしょ？あともう一作品は？なんだろう。ナルト。スリーブナルトなんだよな。ちょっと待ってね。片付けようか。で、ワンピ？なんだワンピって。で、ちょっとスタンが何個デッキ作るか考えてないんだよね。とりあえず、白のガチデッキ1個作って、その後に純ガチデッキっていうか、使いたいカードが結構あるから、それ使って、4つ組めたら、4つ組めるよね。多分枚数あるから、そう、あるんだよね。あるにはあるから、全然組める。スタンはね、カードプール多いんだよね。だから多分4つは組めるから、この4つ目作っちゃおうか。ちょっと思ってます。もう1個このスリーブで、ナルトのスリーブです。結構ね、スタンもいろんな構築できると思うんだ。楽しい構築が作れると思うんだよね。ただ問題は いやでも意外とさ、こういう、すげえもうあり合わせで残り物で作ったデッキとかが意外とダークホースになるかもしれないっていうのがちょっと面白そうなんだよね。てか面白そう。それはね、実際ありそう。事実としてね。今日はとりあえず、今日というか今回の動画は、このレジェンド4つ目作って、あとスタンの導入ね。スタンのガチデッキ1個か2個作って、っていう感じになるかな。だから多分構築パートは全部で3個か4個になると思います。
前回の動画も40分ぐらいだからね。多分あれもう編集する気がないというか、あえてノーカットで出すという感じにしたいと思います。まあ、こういうのがね、好きな人だったら多分楽しめるかなと思います。ただちょっと私の声がね、目当てな人は、ちょっと声ガラガラなのでごめんなさいってことなんですけど、その辺はすみません。さあ、というわけで一回組んでみよっか。なんかなんだかんだで、ワンチャンシマウマキープね。これね、一応後方だと強いんで。この悟空もワンチャンさせるな。この悟空はさすがにいらない。じゃん。これ使おう、これ使おう。このシャクシも使っていこうかな、なんなら。あ、ミルクル、そうか。メルクマウンテンあるじゃん。とりあえず白を基盤にね、組みます。トリコ、ワンピース、確定か。それでいいか。さすがにちょっとやめようかな。トリコ、ワンピース、ドラゴンボールね。うん。そうなるよね。あー、ここもあるんだか。ミラクルメタあんだな。これだからミラクル、結構ミラクル強めで攻めればさ、意外と強いってなるんじゃないかな。なんて思ってみたりもしますね。うん。いや、結構あるじゃん。あ、これ意外とさ、残り物だけどバカにならないかもしれないよ。ああ、マジで。真面目に。ちょっと楽しくなってきたな。いや、これやめとこうかな。軽減が怪しいからな。てか、むしろ普通に意外といけそう。ちょっと待って、あ、もうちょっと一回やめよう。じゃあ、なんでかんだ残り物で意外と組めるかもしれない。とりあえず、これでミラクル6枚ですよ。ドラマチック。ダメキャンが6枚入ってる。これでとりあえず殴り合いそこそこじゃん。今までのこのマネマネを使っていく。でも自分キャラ怖く破壊するんだよね。いやでもまあ2コース出てるからな。これでも意外と強そうなんだよね。これね、今まであんまりこれを使った面白いって考えようと思って全然作ってこれなかったから。しかも何気にさ、これの下の効果も強いんだよね。身の効果。つけてる時の。つけてると他のキャラのブロック時限定だけど、BP 勝負で相手キャラ1枚を破壊したら相手に1ダメージ与えられるんですよ。で、なんとこのカード、ここにメルクマウンテンで挑発カードがあるんで、相性が意外といいかもしれない。だからこれを誰につけるかだよね、問題は。とりあえず、まあ、リンちゃんとかもね、入れたい気持ちはあるんだけど、一回ここは涙を飲んで、涙を飲んで、おかしなこと言ったな。くじ引きちょっとね、やりとりが難しいからやめて、抜いてるじゃん。まあ、消去法でいく？な、1コスト欲しいんだよね。1コストがいないけど、とりあえずまず低コストの。まずここでしょ？悟空。悟空じゃねえ、ご飯。うん。ご飯入れて、高校だったら濃厚出てるからね。で、確かパンプットがいるでしょ、パンプット。パンプットだし、パンプットいるよ。もう唯一の1コスト。ブロック時に、赤のライデキャラで手形に戻す。ああ、役に立つかもしれない。で、パンプットが、パンプット多分デッキに出る初めてだと思うよ。パンプットデッキに出ること今までないからね。いや強いニコストランクス。ある程度低コストいくんで、流れが欲しいよね。天津は復権すっか。で、ニコストこんなもん？天津は2人目いる？実際ドドキアとかね、神様とかでビートダウンするっていうのも意外と強そうなんだけど、めっちゃ生きれそうなんだよ。枠があったらいいよ。戦国はとりあえずいらないかな。いや、海賊強者からなぜかアタックできないか。いや、ワンチャン強いな。いや、かなり強いな。そうだな、そう考えると強いな。入れない理由がないか。残り物あるからな。今ミラクルメタじゃなかったっけ？あ、違うか。シャクシ。いや、この時考えると結構悩むなよな。で、チョパを入れんじゃん。やっぱ強いカードが優先して入れていくべきだよね。ちょっと一回やめよう。一回この辺やめて。つける。4個3セルも痛いね、確かに。で、これ強いよ。基本的にはバウンスしながらビートダウンするっていうコンセプトは変わらずです。私のどのデッキもそう。
ワンチャン回復ピッコロいる。で、このご飯。ご飯めっちゃキャラカビするんだよな、これ。そうか、それがあったな。で、サニーでしょ。なんで、いや、でもガンズに危ないな。ガンズに危ない。入れて水見でしょ。うん、トランス入れたいじゃん。ご飯これ2枚ね。さすがにガンズには無理。事故で、エンドカード。フォーク、エンドカード。オーディ・ジョーンズ。パンチあるぞ。で、チョパーも2枚目限界。いや、でも結構強いぞ、これ。で、エンドカード。ミキ。ワンチャンのエンドカードトランス。で、回復しながら戦えるピッコロ強い。で、フー。バウンスはサニーが2枚入れたいね。2枚入れていい。3枚はいらない。2枚でいい。で、このセルは1枚今あれか。2枚も入れてもいいな。ダウンしてるやつはできとく。デリークロス。グルメ食材がないからな。あ、ジンジャークルメタンロー。これ2枚入れてもいいね。なんだかで結構パーツ優秀だな、このルッキー。割と戦いそうじゃない、普通に。そんな気がするわ。セールもう1枚入れるか。入れたんや。天津飯は、天津飯1枚にしたんだっけ。天津飯か、ちょっと考えるわ。相手ミラクルが接したら自分ダメージ1枚手札にする。自分ダメージの0の時代わりに当てきてください。あー、いいじゃん。1点回復できるんだよね。結構回復しながら戦う白って割とそういうとこあるからね。自分ライフを回復しながら戦うっていうコンセプトあるから意外といいぞ。残り物こんなん言うと言葉は悪いけど残り物意外といいぞ。で、デンでも入れ1枚ぐらいとかあるの。2000以下バウンスで入れる。いや待って、枠があれだから2枚ぐらいでもいいか。寝てしまう1枚でいいか。ジャンプ吐きかな。デンジャーマンは1枚でさすがにいいか。あれだもんな、抵抗差足んねえんだよな。2コストぐらいもうちょっと欲しいよね。抵抗差が少ないから。パンプットでしょ。1コストがパンプットしかないのがちょっと不安だね。あー、まあデンで、そうだね、デンでそういう意味では2コスト1回外してないな。やった。ちょっとピッコロは序盤で出したくないんだよね。序盤に出したくないから、まだもうちょっと3コスぐらいのカード欲しいな。重いもんね。6コス5コス6コス、サニーも5コスか。このゼロもあれだもんな。トニートニーチョッパー重いな。で、戦国を入れて、なんか箱割れる。ドラマチックも重いんだよね。3コスからだもんね。シャクシか。デリクスはいらないかな。デンで3枚はさいらないな。デリクセルもう1枚入れるか。電車セルイラストは、いや、でもでかい方でいいか。古い方はちっちゃいんだよね、ちょっとサイズがね。でもでかい方かっこいいよね。やっぱミラクル足んねえからシャクシ入れるか。まだ倍数足んねえ。戦国も一枚いるか。ああ、じゃあドドリアとザーボン。ドドリアとザーボンじゃねえ。ドドリアと神様一枚ずつ入れるか、俺。でも枠がなくなった。あ、待って、これ2個使えるかな。ここ入れたいな。そういう意味では。戦国とか入れてる場合じゃないか、もしか。制限強いんだよな、この辺。ミラクルが6枚。シャクシー入れて8枚か。まあ、上等。一応なんか最低限の戦いができそうな気がするな。いや、戦国絞ってそうだな。2枚絶対入れたくなってきたな、このカード。3人。
天津飯じゃなくていいんじゃねえかって。でも低価格に触れんだよな。どうぞ。いやでも神様を入れたいな。どうしよう、神様の枠作りたいな。でも言うほどテラカブリしないんだよ。セルが今3枚か。セル削るか。まあさせないシーンがあるかもしれないからね。相手がダウンしてないとさせないから。いっか。セルやめて神様にするか。できた。まあ、意外といいんじゃないか、これ。あり合わせだけど。ダメキャン6枚。でメルクマウンテンもミラクルメタのこれも結構強いからね。最後の一滴は食材の赴くままに。これがどう動いてくれるか、これがちょっと気になるところだね。シャクシはね、まあ、多分状況によっては強いかもしれない。ブロックしてから回避に使ったりとかして、で一応登場時効果をもう一回使い直せるから、うまく使えば。延命か場を開けるのに使えば、とどめさせるかもしれない。だってこれね、あとこれの悪魔の身の効果もワンチャン視野に入れるか。オーディン・ジョーズあたりが。じゃあジャンパーは意味があるね。まあ、でかいのがここがホーディ・ジョーンズか、ローとか。見つけてあげてもいいかもしれん。で、2コースとか何だかにそこそこ増えたね。1、2、3、4、5、6、7枚。ちょっとあれだけど、まあ、綺麗に引ければそこそこじゃない？で、3コースとかまあ、ここと、ここ行くぐらい。順当に行けそう。ミラクルがちょっと頼りにならないから、もう、単純にもう、やっていくだけだけどね。で、5コースたり、で、まあ一応フィニッシャーもいるから、これワンチャン勝てるかもしれないよ。あり合わせかもしれないわ。本当にあり合わせかもしれないけど。残り物デッキ。はい、というわけで、レジェンド、失礼。レジェンドこれで4つになりましたね。綺麗に。ドーン、ドーン。ドーン、ドーン。さあ、どれが勝つかなって感じだけどね。キーガードにしたいな。この人、まあ、この人一応キーガードこれか。いや、近所人物でしょ。この人ね、どっちかって個人的にはやっぱね、サタンなんだよね。表紙サタン。こっちのミラクルデッキのフィニッシャー誰だ？あー、でもこれかな。やっぱ、でもこのセットが強いから、多分こうだね。やっぱ17号だね、ここは。さあ、17号主力ということで。まあ、ワンチャンキザル。やっぱ17号かな。書いてきた。面白いかもね。でもまあ、このデッキが多分一番強いとは思うんだけど、ただこのデッキ事故るからたまにね。だからミラクルも殺せるから、ミラクル殺すマン。いや、ミラクルデッキでしょ。まあ、言うてミラクルで特化ではないけど。で、ワンチャンミラクル特化のまあ、3点ダメージ食らってからのドリームデッキ。そしてあり合わせの白ターン。いや、意外とでもこれもね、私が結構当時好きで使ってたカードも入ってて、そうね、意外といい動きするかもしれないよ。残り物になっちゃったけどね。優勝候補。ワンチャン。でまあ、順。ダークホース。みたいな。まあ、これがどういう組み合わせになるかだね。それ次第。まあ、実際、スタント当たるとか、まあ、前回本当に綺麗に分かれたんですよね、トーナメントは。奇跡的にね。というわけでさ、じゃあワンピ、まあ、多分ワンピは基盤になるんだけど、スタン組んできますか。多分当時のままなんだけど、当時のまま？でもほとんどこのデッキだと思うんだよね。言っちゃうと。ほとんど残ると思うんだよね、このデッキのパーツが。武器武器扱ってたかね、ちょっと怪しい。なんていうのがいらないかな。いや、いらないことないか。いらないことないかも。一応キープかな。で、これでしょ？デカミでしょ？これほとんどまんまやね、よく考えたらこれ。そりゃー、行くよね。あれ、待って、でも、どっち優勝したんだっけ？いや、レジェンドか。それそうだな。まあ、結局でも、まあ、決勝まで行ったからね、この時ね。いけてなかった気がな。強いんだけどね。いや、ドフラミンゴ、ドフラミンゴ強いんだよな。だいぶ活躍したんだよな、ドフラミンゴ。1枚入れとくか。1枚でいい。いや、ほとんどこれまんまなんだよね。実際こういう構築なのよ、私の。メインデッキ。
音と一緒やん、これ左右の大会。何でも この形でプラスアルファ何かあったよね。え、確かゴン、ヒール側まではいらない。このやつやゴン入れて、ゴン1枚でいいかな。ゴン1枚かな。で、ベジータでしょ。作品ってどうしてた。一応3作品か。今ドラゴンボールだよね。銀玉入らん。まあ、銀玉は、え？待って。あれでも当時3作品とかなかったっけ？なかったのかな、スタンって、そういえば。めっちゃ私銀玉使ってたよね。そう、よく見たらこれだよ、肘型。こっちまだ入れてなかったかな、こっちの肘型。これ3作品関係ないんだっけ、あれ。それでもゴンが違うのか。ゴンやめたんだっけな。でも最後の大会でゴン入れてた気がするような。入れてたな、確か最後。決勝で私ゴン出して、で、ちょっとね、相手のテキストミスって、あーって言ったんだよね、大会時に。うん。あーって言ってた気がする。あーってなんだけど、でしょ？うん。ベジータ2枚？アキアニアが結局バウンスビートなんだけど、私のいつも通りの。うん。なんか足んねえな。あれがリンさんのスクーターかなんかだったっけな、つけてたのが。そうだね。あ、これだ、これ。うん、そうだよね。だから、銀玉カードめっちゃ普通に使ってたな。なんでやっぱあれか。3作品、一応3作品でやっていこうかな。ワンピ、ドラゴンボール、銀玉にしよう。そうしよう。ドンフェリーは2枚でいい？いや、ドンフェリーいるかな。でも、あったら駆け引きが強いんだけどね、実際。とにかく、ここはもうガン積み。うん、問答目でこう完全に。あの、雪ラビどうだろう。雪ラビ刺さんない時多いんじゃない。相手、レジェンド相手に刺さんない時結構ありそうだね。雪ラビ。一枚削るか。5枚にするか。じゃあ、オールブルー完全にしたいんだけど、オールブルー確かもうないんだよな。2枚しかなかった気がする。あるわ。バリあるわ。結構難しいね。クザン入れてたかな。入れてたな、入れてたな。で、あと結構なんか割と低コストのビートダウン。だから当時のやっぱあれってスタンダードの大会だったっけ、最後って。だったよね。ガツガツビートダウンしちゃう感じなんだけど、ただミラクルメタがあんまないんだよね、スタンって。残念なことに。嘘つけ、めちゃくちゃいいわ、最強のミラクルメタカード。ルフィ。あ、フジトラ3枚やりすぎて、2枚でいいんだよ。フィニッシャーでしょ？で、ビートダウンする方々。ルフィは完全にこれ。
タンって強いのがあれなんだよね。やっぱ低コス、低コスっていうか、軽減コストがめちゃめちゃなカードが結構あったから、ひなもりとかね。いや、やっぱ作品、3作品じゃないかもしれないのよ、考えたら。スタンダードって。ブリーチのカードとかも結構バリバリ使ってなかった、私。ね。よく考えたら。なんか一応トランクスかなぁ。トランクスも結構好きで使ってたかなぁ。3作品関係なく作る？それも一興だな。あ、なんならあれか、最速ビルドダウン作るのもいいかな。あ、これだからスタンの余り物かなり強い時作れるわ。軽減コストだけめちゃめちゃ枯れてってね。あれ単純に強いから。ほんとに。いや、スタンダードは結構わからないな。で、バウンス勢。バウンス勢でしょ？で、土方入れの、土方スペシャルも入るよね、そうっすね。両方入れてたっけな。こっちも入れてたような気もしないでもないんだけど、後半入れてなかったっけな。ちょっと待って。ベジータって1枚だったっけ。カメハメハ返しも熱かったよね。まあ、ブルーバードが出たからブルーバードにしたんだっけ。アタックしてる間に、そっかそっか。アタックしているキャラ以下のカスタマイズキャラ1枚か。忘れてたわ。まあでも結局は相手がアタックしてきたら確定だもんね。そいつと同じコストやから変えれって言えるし、自分キャラがアタックしてるときとか、ブルーバードよく見たらそういう条件あったら忘れてた。そうだったね。ただ無条件バウンスみたいに俺使ってたな、前回のトーナメントで。大丈夫かな、そこ。ちょっと反省会かもしれん。やらかしたかも。まあ、とりあえずやることやろう。ここを、2枚は確定。基本的にはもうね、私の白のコンセプトはやっぱバウンスしながら、相手の盤面開けながらビートダウンするっていうコンセプトは昔から変わらないんで。ただやっぱ一番強いデッキというか安定するってそこだよね。とにかく相手を戻して、ガン殴りしていくっていうね。相手の軽減奪いつつダメージを確定で通すために、相手の盤面強くしていくって感じ。ちょっと間のコストがないのかな。やっぱ2コス3コスが少ないよね。やっぱクザ抜けねえな。クザは抜けませんね。演じ方スペシャルが入ります。実際ね、サポートが結構重要になってくるんでね。サポートがついてるかついてないかが結構重要で。まあ一応3作品の縛りは残しとくか。まあスタンじゃない、レジェンドが3作品縛り守ったからね。なんかリンザンのスクーターもつけてた気がするんだよな。いらないか。いらないっちゃいかない。マヨネーズ食べたくなってきた。マヨネーズ、まあ、サポートこれでいいかな。2点プラス1点するサポートも強いんだけどね、こういうね、ダメプラス1するやつ。単純に強いんだけどね。で、リンさんのスクーターがね、すり抜けできるからね。ただリンさんについてるとってのがあるんだよね、一応。でもリンさんいないんだ。いや、でもコスト2以下のキャラにブロックされなくなるってだけで強いんだけどね。単純にそれだけでも強い。まあでもそこはオールブルーがあるから、オールブルーでいっか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10枚、そんなもんかな。まあ、よければもうちょっとダメキャンしたい気もするけど。こういうことか。じゃあこの辺で終わりかな。悩ましいですね。なんか足んない気がする。やっぱ肘肩もう一枚入れるか。入れてたんだよな、これ確か。悟空か、悟空。
待って。ああ、そっか。トランクス。ドラゴンボール入ってるか。でも、ほとんどドラゴンボールの枠なくね、思ったけど。ね。ああ、あとベジータだからね。ベジータめちゃめちゃ強いからね。ブロックされちゃうバウンスできる。サポートがついてると、サポートがついてない相手キャラを、にはブロックされなくなる。うん、フィニッシャー。ゴンさんも入ってたんだけどね。こんなもんかな。なんかちょっと重い気がするな。ちょっとパシリ1枚でもいいような気がするけど、最速期間したいんだよね。1ターン目ブルック、2ターン目ルフィってやりたいんだよね。これは絶対やりたいから、これ抜けないんだよな。でも1コストが一応9枚入ってんだよね。だからまあそこではあるかな。1コス9枚の布陣だったら相当事故ないでしょ。2ターン目クザンを置く。ここが弱いな。間がねえな。キホーテファミリーか。うん、でもこれで完成かな。なんかこんなもんだったかな。うん、なんかこんな感じな気がする。まあ、クザンの枠アタッカーにしたいけどいないんだよな。あとなんか忘れてる気がするんだよな。だいぶちょっとね、スタンの構築忘れたな。こんなもんだったかな。なんか他にもさ、一旦いなかったっけ、優秀な低コストバウンスキャラとか。一気に2点取れないのかな。ダメプラ1欲しいっちゃ欲しいな、やっぱな。ダメプラ1の、あ、でも関係ないかな。ルフィが決まっちゃったら勝ち確だからね。もう本当だからルフィにいかに繋げるか、ルフィをいかにサポートするかだけでいっちゃいいかな。実際ね、肘方がいるときにルフィこれ、このセットだけでも肘方がいる状態でこれでガールだけでもすげえ強いからね。相手の大型吹っ飛ばしたら上にってやれるから、ルフィがサイドマックスすることなくなるし、いいかなこれで。まあ、ちょっとね、物足りない感はあるんだけど、あとこの黒とかも入れたいっちゃ入れたいな。まあ、サボがついてないやつだけなんだよね、この先に。そこがちょっと弱いんだよな。考えたらトランクスもか。トランクスが4以下だもんね。今サポートついてない。今だいぶ刺さるんだけど。この黒曜もちょっとよく呼べ入れたいんだけどね。これ以上重くするわけにはいかん。いかん。で、バトル中にバウンス来てからね、やっぱベラミーとタシリはね、多めに入れたいんだよね。あとがあるから、肘からね。2枚は絶対入れたい。そんなもんかな。このぐらいにしときますか。OK。これでいこう。ゴーサイン。これがガチデッキかっていうとまた別の話だけどね。まあでもこれはこれで強いからね。かなり強いと思いますよ、普通に。まあ当時ね、大会の最後の方に使ったとちょっと形違う気がするけど、まあ、似たようなもん。まああんまり事故らないだろうし、そこそこやってくれんじゃないかなという期待値がありますね、今度に。はい、ルフィのデッキ。はい、1個完成。あとが、あと3つでしょ。まあでも、カード来るときには余裕で作るんだよね。問題はただ、どうしていくかだよね。今何分？よいしょ。34分。終わりましょう。お疲れ様でした。バイバイです。